はい、レポーターさんどうぞ。今日のレポート、はい。行くよ。レポートさん置いていくよ。そこにゾンビいるよ、ゾンビ。すごい滝が。でもさすがにここで4時間、2時間運転してここまでは来れないので、だってね、あら落ちに決まってるでしょ。あれ1個目でしょ、落ちますよ。あれは何でしょうか、あれ場所でしょ、あれ違うわけ。はい、今から出発します。かおりちゃん、緊張する？はい、では出発していきます。行きましょう。はい、はい、じゃあまあ足跡が気がさそうなのでやっていきます。はい、じゃあいいよ、とうしゃ、はい、じん、べつ、ざい、ぜん。はい、みんな覚えた？はい、なので、かみしめていきます。で、両手でピースをしてください。はい、で、指をつけます。顔にしかもっと巻いていいよ。はい、指つけて、はい、その時、右手が肩の上に。はい、左手、肩の上で早押しですね。はい、左手の方、右手の方、頑張ってください。そうそう、頑張って頑張って。あ、のぶちゃん上手。はい、できた？はい、左手が上に。そうそうそう、左手が上に。そうそうそう、うん、そうそう、そう。なんとも言わない。ナルトだと思って、ナルトのあれ。はい、はい、これを左の、あ、胸元に持ってくると忍者ポーズになりますので、まあ写真撮るときで右手ね、リン、リン、ピョ、ピョ、トウ、トウ、シャ、シャ、ハイ、カイ、ジン、ジン、レツ、レツ、ザイ、ザイ、ゼン、ゼン、はい、はい、はい、
これで皆さんの修行無事に終わると思いますので、お待たせしました。修行やっていきますよ。はい。はい、では、まず一つ目の修行は、壁越えの修行です。これ皆さんに3枚全部聞こえてもらいますよ。はい、忍者は昔から、小さい頃から自分の身長よりも高い壁も、お客さんどんどん越えたので、もらいます。で、まあ、ちょっと日本にします。行けるとこんな風にやってくださいね。ちょっと時間かかる、他の方こんな風にやってください。誰が行く。じゃあ順番に行くわ。ちょっと子供難しいと思いますので、安全な方法を教えます。3枚とも全部グラグラしますので、しっかり持っといてください。で、はいはいはい、でジャンプして足を上げます。で、手を一回またがった手を入れ替えてください。で、反対側の足を下ろしてくると安全に降りれますので、これで覚えておいてきてください。で、出たので3枚ともやってほしいので、3枚目はやりたい人いったら僕サポートしますので、親御さんのサポートの方お願いします。はい、怪我ないように行きましょう。一番行きたい人、はい、言うと思ってた。いや、はい、すいません、ケンジン言いようと、いや、やってきてみて。あ、待った。さあ。よいしょ。できたじゃん。はい、じゃあ、判断しよう。よいしょ。よいしょ。いいですね。お父さん、素晴らしいです。頑張れ、頑張れ。奥行けや。はい、前行かないか、ありがとう、前行かないか、危ないよ。ナイス、ナイス、はい、わー、頑張れ、次はこれだよ。オッケー、行く、行く、いいよ、これだけど、いや、レイナに抜けんのか、死ねない、頑張って、バッチリバッチリ、オッケー、次ピョーレ、何はい、行ける。頑張れ。頑張れ。行けるっしょ。余裕っしょ。うん、すごい。余裕っしょ。頑張って。頑張れ、頑張れ、頑張れ。足上げろ、足上げろ。はい、さ、余裕でしょ。余裕じゃねえぞ。足上げろ、足上げろ。さあ、足上げて。オッケー、頑張って、押してあげるよ。ちょっとこれ持ってあげて。いや、せーの、ではこれ無理だよ、私。はい、怖い、やめる、やめろ、はい、こんな日頃、ここはい、持ってあげる、せーの、せーの、せーの、で、はい、よ、はい、立って。手がつまずいてる。いや。起きた。いや、僕。いや、いる？早くやよ。お兄ちゃん見てあげて。ほら。もうすごい。ナイス。いける？兄ちゃん。頑張って、ラスト。はい、大丈夫、大丈夫。大丈夫。大丈夫、大丈夫、マオス頑張れ、こんな近くに。邪魔邪魔だってそう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 、じゃあ一回持って、え、待って、落ち、いや、僕もたよ、みちゃんもたよ、はい、オッケー、じゃあ話すよ、こっちこっち、大丈夫、任せて、大丈夫、任しといて。ゆっくり、ありがとう。できたよ。できたよ。できたよ。もう一回あんの？もう一回あんの？いいよ。頑張って。
話は絶対聞いてください。いいですか。はい、はい、はい、じゃあ次の修行ですが、星猿っていうのをします。これ簡単です。ここで待っていてください。やり方ですが、目の下高さくらいで両手で縄を持ってください。でこの時縄は絶対離さないでください。離しちゃうと頭から落ちて手がしちゃうので、また持ってください。でこの足場に両足を持っていきます。はい、持ってみますね。はい、手で持って、やったりよ。はい、はい、次どうぞ。雨じゃないで。両足、両足、両足。手もっと上で、ファビリシオ。手もっと上。もっと上。そこ。両足ジャンプで、両足。いけるよ。惜しい。他だけやろう。他だけやろう。他だけやろうじゃん。これ最後。最後ラストじゃん。思いっきり思いっきり。いや、思いっきり思いっきり思いっきり。惜しいな。あと練習しよう。はい。次これ OK です。はい、OK です。手が大きいから怖くない。ここにしてください。折れるかも、折れるかも、折れるかも。死ぬって、絶対死ぬって。折れるかも、折れるかも、折れるかも。はい、OK です。赤やったら折れる。はい、完璧です。はい。はい、これで皆さん終わりましたか。はい。横に取ってよ。食べる。はい。皆さん、こっち側に来てください。取れちゃうと。が重くなって体の動きが遅くなったり、濡れた足はこれ的にバレてしまいました。なので濡れないで移動する必要がありました。でこの修行ですが、もっと下がっといてくれる。もっと後ろファビリシオ。はい、この黒い筒見えますか。ここにまずまたがります。またがってお腹つけます。で今度自分の好きな方でいいので、片方の足を上に向けて引っ張っていってもらいます。はい、簡単です。はい、簡単です。はい、今日人数多いので、右側の日ぐらいまでをゴールとします。足上げる。どっちか足、片方足片方頑張れ。はい、それでいこう。はい、もっと下がってください。引けられますよ。足力抜いていける。いいですよ。やめればいいけど、痛いやん。はい、また引っ張ってください。はい、あ、引っ張るんですよ。難しい。はい、うわ倒れますね。OK です。難しいな、これ。あー、すごい心、ほら、心が受け入れなければいいんだよ。後ろに行ってください。今から使う手裏剣は本物で2種類使います。こっちが四方手裏剣と言います。でこっちが八方手裏剣と言います。はい、四方八方の手裏剣で、これ欲しがってもらっても大丈夫。気をつけて危ない。では1枚目持ってください。何でもいいですよ。僕が狙って打てって合図をします。打ってって誰だら打つんだよ。まだだよ。合図待ってよ。前、はい、
では1枚目に使ってください。思いっきり打っていいですよ。いきましょう、狙って、はい、どうぞ。はい、おお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 おはい、行きましょう。狙って打て。はい、いいよ。お、あー、頭入っちゃった。はい、では最後3枚目目指す的を刺さるように頑張ってみてください。次やろう。はい、行きますよ。狙って打て。あ、いいよ。頭入っちゃった。あー、よく来た。あー、はい、交代。はい。かっこいい。そう。ナルト見て。なるべくない。くないと、手裏剣。もう、10点だったよ。1個も当たらなかった。1個も当たらなかったから、お前俺さ、刺すじゃなきゃダメなんだ。そうだよ。はい、嘘だわ、今日思いっきりやるぞ。じゃあ、頑張って。はい、では1枚目持ってください。誰でもいいよ。狙うよ、どこ狙うんだ。下の間とか宣言したな。はい、じゃあ1枚目いきましょう。まだまだ1枚目、どうぞ1枚目の方。はい、おお、惜しい、惜しい、惜しい。ちょっと待ってください。今の人どうぞ。狙って打て。惜しい。あ、刺さりそう。はい、では最後3枚目。よく大事にいきましょう。はい。いきます。狙って打て。どこ当たった？てか、痛みが。はい、じゃあ交代しましょう。落ちん、落ちん。落ちん、落ちん。はい、では、進行の方に入っていきます。ゆっくり後ろに来てください。はい、まだやで。はい、大丈夫ですよ。はい、で、次やるのは門前返しの修行です。知ってる人いますか？やり方説明します。手を下ろしていいよ。ありがとう。手を下ろして、はい、この両サイドに黒いガムチューブついていますので、これよりも内側に手を入れてください。外出してしまうと、まあ、手を挟んでしまいますので気をつけてください。で、回る方向ですが、皆さんから見て右手側、こっちの窓の方に向かってスッと。左から出てくる。あ、ってこうやって帰ってくれますので、はなるべく静かに素早く回ってきてください。で、ちょっと待ってね。で、中大変暗くて狭いですので、一人ずつ順番にします。はい、はい、ちょっと待ってください。はい、で、前の人が帰ってきたら次の人と踏みに行きます。いいですか？はい、じゃあ誰か行くかな。はい、一番元気いいから、はい、一番参ってください。はい、ありがとうございます。はよ。
っすぐになってて、なんかまっすぐ行って背中、それからそうそう、両入って右側来た、なんか落とし穴ちゃうね、ちゃうねちゃうね、階段ないで、階段ないで、もうちょっと待ってな、もうちょっと待ってな、はい、はい、はい、行きましょう、右側来た、あれ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 、あ、はい、行きます。右側来た。なんかあるから見れる。ほら、あ、すごい。あれ見えない。なんか見える？見えへん。はい、はい、では、まだやってない方、ぜひやってください。お兄ちゃん、頑張って。簡単でしょ？楽勝でしょ？うん。この、それは触っちゃダメだよって言ったやつでしょ？多分壊れてるから。か、その色触るか、簡単でしょう。いけるでしょ、うん、頑張れ頑張れ、いけるでしょ、はい、待って、はい、頑張って、簡単でしょ、あおちゃん、お大人の人がいるところです。あ、でも無理だよ、ファッションで。お君、危ないよ。お、やばいよ。Vamos. ¿Dónde queda? Okay. Ya se te dio el crimen, ¿eh?
けそう？遅くなるのか。頑張れ頑張れ。背中、手を背中につけて、髪につけて、そうそうそう。あ、いけるよ。オッケー。いいよ。では、よしよしよし。はい、まあ、簡単でしょ。まあ、大人の方はね、バスケなしで行きましょう。日本猫は外で待っててください。頑張れ頑張れ。なかなかもずいですね。あ、ヤモンさん、5歳の犬さん、どうぞ。5歳？はい、5歳。はい、ヤモンさん、どうぞ。はい、どうぞ。あ、もう音みんな大きいからいいよ。はい、どうぞ。7歳。はい。あ、僕7歳。はい、大きいですよ。はい。バイクのやつのやつ。いいよ、いいよ、この関係ない。いいよ。はい、どうぞ。はい、いいよ、みんなも腰関係ないから。どうぞ。1個、はい、大人の方もぜひ。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。